どうもこんばんは、星野源です。今日はスペシャルウィークということで、前回のね、あの僕の10周年のスペシャル以来、久しぶりに YouTube で映像も生配信しております。これ皆さん見れてるでしょうか？どこだろうかね、皆さん見れてるでしょうか？そしてもちろんいつものようにラジオでも2時間生放送させていただきます。今日はMIU404、本当にね、大反響でありがとうございます。私星野源、そして、綾野剛ダブル主演でお送りしました MIU404、最終回を迎えまして、もう MIU404 スペシャルということで、今日はゲストに脚本の野木亜紀子さん、そして監督の塚原愛子さん、そしてプロデューサーの新井淳子さん、この3人をゲストにお迎えして、スペシャル放送をお送りしていきたいと思います。もちろんあのポリマルのぬいぐるみもありますからね。ポリマルのぬいぐるみと、あと先週の放送、米津玄師くんがぬいぐるみの話になりまして、猫のぬいぐるみを送りますねって言って本当に送ってくれました。米津くんの猫も一緒にね米津くんの猫とポリマル、MIU404の中に出てくるもうキャラクターポリマルがですね、今仲良さそうに一緒に座っております。そんなもうほぼ打ち上げですね。今日はMIU404の打ち上げ放送、3時まで生放送2時間よろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めまして星野源です。本日は2020年9月8日火曜日深夜1時ねえ、2分でございます。今日はMIU404、最終回を終えてスペシャルということで、ちょっと特別な放送をねさせていただこうと思います。もちろんもう最終回も終えてですね、まあ、今日打ち上げということで完全にネタバレ終わりでお送りしたいと思います。なので皆さん、感想メールとか質問メール、たくさんもうちょっととんでもない数今届いてて、選ばせてもいただいているんですが、放送中にも送ってもらって大丈夫ということで、たくさん感想などぜひネタバレありで大ありで送ってきてください。アドレスは gen@allnetnippon.com、 gen@allnetnippon.com まで懸命に感想、質問、メッセージと書いてお送りください。今夜ですね、脚本家の野木亜紀子さん、そして演出の塚原愛子さん、そしてプロデューサーの新井淳子さんをお迎えしてお送りしますので、きっとね、みんな聞きたいこととかいろいろあると思うんでね、どんどん質問など送ってきてください。これちょっと感想がねいっぱい届いてですね、まず感想ちょっと読んでいこうかな。神奈川県ギリギリバブル、MIU404最終回最高でした。ありがとう源さん、本当にお疲れ様でした。ありがとう。我が家では家族全員が毎週楽しみに見ていた上に、私は必ず2回はおかわりしていたので、視聴率は 100% を軽く超え、もや 200% に近かったと思います。そういうご家庭もきっとたくさんあったと思いますよと。ありがとうございます。そうですね、これもやっぱり今日もネブリボです。いつもと SE が違うね、やはり。フリーなやつ。前回10周年の時にYouTube 生放送やったんだけど、その時はね、まあ、僕の曲オンリーだったからいろいろやれたけども、まあ、今日は僕の曲じゃないのを主にかけていくので、まあ、なんか残すことは難しいし、ということで、まあ、全部ねフリー音源で行かせていただきますのでよろしくお願いします。で、YouTube 上はね、で、ラジオの方は普通に曲が流れますから。あれ、曲流れてる時結局どうするんだっけ。結局、作家のテラちゃんがYouTube 上ではダンスイングするってこと。どこのカメラですね。そっちのカメラでね。割と引きのカメラで。結構近いところ。じゃあ音楽に乗ってダンスしてる間、YouTube 見てる人は音が流れないけども、ダンスを楽しんでいただいて、その間はね。で、ラジコ、もしくはラジオで聴いてる方は、もういつも通り曲を楽しんでいただければと思います。もちろん同時にね、再生してもいいんですよね。ラジコを流しながら YouTube を見てもらっても、まあ、多少ね遅延はあると思いますが楽しいと思います。そんな感じで今日はスペシャル放送3時までよろしくお願いします。今日の1曲目、前回、テンションが久しぶりの生放送でテンション上がったということで、テンション上がる曲って言って、ザゼンボーイズの半透明少女関係を流したんですけど、それと
どっちかけるか最後まで悩んだこっちの曲を今日はかけたいと思います。スパルタローカルズで東京バレリーナ。どうテラちゃん、これ持ちますか、ね、あのいろいろバリエーションを考えます、はい、あのずっと踊ってくれててありがとう。あのブースの外は誰も笑ってなかったんだよ。すごい真面目な顔して放送を送りしなきゃという責任感のもと、ディレクター一切僕の目を見ませんでした、ね、あのディレクター大丈夫。ちょっとでもダイエットになるかもね。スリムに今日なりたいと思います。いい運動に、メールが届いてます。山梨県チキンボン。ゲンさん、2週連続で野上クイズなしですか？もはや触れてもいないじゃないですか。本当は確かに、新井監督、塚原監督もハマった野上クイズですよ。そうだよね、塚原さんが野上クイズのことを気にしてくれてね、撮影中あれは何ですかって言って、あの意味のない時間は無駄な時間は何ですかって言ってくださってね、こんなに野上クイズって求められてるんだね。野上くんよかったね。今日嬉しいです本当。そっか、でもさ今日用意してないよね、さすがに。一問だけある。じゃあちょっと後でね、塚原さん来るから出そうかね、その時に。うん、じゃあその時に、じゃあチキンボーン、あれおめでとう、今日あるよ。あさ、ポーンは流せんだっけ。ああ、レゲエホンは流せる。よしよしよし。じゃあ盛り上がっていきましょう、今日ね。そんな感じで、今日も星野源のオールナイトニッポン3時までよろしくお願いします。はい、非常にバタバタしておりますが、星野源のオールナイトニッポンをお送りしております。今日はラジオの放送以外に YouTube ライブでも同時生放送しております。YouTube 星野源のオールナイトニッポン公式チャンネルをチェックしてください。さあ、ここからは、スペシャルなゲストにご登場していただきましょう。ミュー404、脚本家の野木亜紀子さん、そして演出の塚原愛子さん、こんばんは、そしてプロデューサーの新井淳子さんです。今日野木さん静かだね。ん、いやもうなんかちょっと眠いよね。深夜だから、うん、深夜だから。この時間はいつも寝ている。いや仕事してますね。あ、そっか、仕事しているけど、はい、今日の珍しいなと思って。いや気がかりな仕事がまだいる。いろいろあるから、はい、登っている中来ていただいてありがとうございます。そして今日はラジオの出演は初めて。私はね、映画の時に一回伊藤健太郎くんで、うん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 、ちょうどここだよね多分ね。コーヒーが、うん、コーヒーの時の時に、うん、あーすごい小さい声ですね。普通に喋ってもらって大丈夫ですよ。ね、現場の、いつもの現場の感じで、ね、現場の感じでいつもの現場の感じで喋ってもらって大丈夫です。塚原さんです。よろしくお願いします。こんにちは。そしてラジオはないですね。私生放送一番出ちゃいけないんですよ。なんで？大丈夫だよ。余計なことばっかり喋る。大丈夫ですよ。余計なことを今日はぜひ喋ってもらいたいっていう回なんで。なんかずっとね、なんか私はミッフィーです、うん、ミッフィーですってずっと言って、口ばっかり喋らないって。いや喋って、まあ、質問も来てるし、はい、ね、でもその質問の一応確認したメールをあっちに置いてきちゃったんで、ね、すみません、ね、置いてきちゃいました。、ね、ちょっと来てもらえるといいんです、いいんです。ぐぶらできちゃいそうです。いいんです、いいんです。プロデューサーの新井淳子さんです。よろしくお願いします。さあ、先日無事最終回を迎えまして本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。今の本当にお疲れ様でした。大変でしたよね。ねえ、大変でしたけど。すいませんでした。今の気持ちはどうですか？じゃあ野木さんから。いやー終わりました ね。あのほら思いのほか長かったのがやっぱりあるので。うん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 、コロナで、うん、コロナ禍になって去年の後半から、うん、はい、本当は6月には、うんうん、あ違う、ちょっと伸びる7月頭だったかな。7月頭に終わる予定だったね、うん、だったのが、うん、ね、気づけばあれ秋、ね、秋になってる、ね、っていう、うん、まあちょっとね、うん、予想外の害のことが、うん、はい、起きてしまい起きたんで、ね、うん、もともとは4月放送で、そこからワンクールで3ヶ月で7月まで、はい、でも準備期間としてはね、もう去年からいろいろやっていて、うん、で
初めて塚原さんとか新井さんと食事したのって去年だったっけ。年末じゃなかったかな。年末か。だからそう考えるともうね、相当な時間が経っていて、そうですね、いやだから長かったですね。長かったですね。でも止まってた時間が長いから、実動的には変わんないから不思議な感じですね。だからツークールやった感じ、ツークールってかセカンドシーズンまでやっちゃったような、なんか一回終わったのにまたやったみたいな感じもあるしね。確かに確かに。脚本を書いてる時はなんていうか、いろいろ想定外が起きたじゃないですか。やっぱりその結構変わったもんですか、その予定というかなんというか。ああ、あれなんですよね、ちょっとさっきこれはどこまで言うっていう話、ね、そうちょっと一応まあここはいいかって言ったのが、当初は実は14話の予定だったと。こう普通の連ドラって今10話か11話で、ね、多くても12話なのが、それよりも実は多い予定だったんですよね、あのオリンピックタームっていうかね、その前まで、オリンピック直前で終わるみたいな感じで予定をしていて、ただ私としてもそのちょっと14話間に合うのかなってずっと言ってて14話もできるのかな、そうこれ、ほら書くの私一人じゃんでも確かに結構連ドラって脚本家さんが3人ぐらいいたりする時もあるし、それでもうワンクールでも大変だったりするのに、でまだ普通のストーリーものならまだしも、やっぱ事件ものを一人で書くのって、確かに結構っていうか、ね、前はこう完結ってしてたし、そうなんですよ、結構なボリュームで、別になんかこう弟子とかもいないし、自分でやるしかない、書いてくれる人とかもいないし、自分でやるしかないみたいなところがあって、まあでも今回はすごくみんな調べ物をたくさん手伝ってくれて、新井さんもすごいすでに警察オタクみたいになっててすごい一緒にはやってたんですけど、それでも14話ってやっぱボリュームがすごいんで、結構ギリギリまで、いやこれさ13話になんないのそうだったんだ、はい、編成の人とか、新井さんとかね、みんなに、あと他のなんか人とかにもこれ13話のがちょうどいいんじゃないかなって結構しつこく、撮影始まってからも結構いろんなとこに行って回ってたんですよね。そしたら本当に撮影が止まってちゃって、続きがどうなるかわからないって言って、そしたらもう11話減らすどころか、もう全何話になるか、わからなかったですよね。で、なんとか、結局すごい、ね、頑張って、平成さんとかが頑張って、なんとかで、ね、役者さんもみんなスケジュールを、調整してくれて、本当にありがたかったです。いやいや、こちらこそ。スケジュールがなかったら、本当に8話だよね、多分、普通でしたら、あのペースだと。7かな。6かな、7かなって。そうそう、だから6話書いてて、あ、もう次最終回だ。あ、そうか、そうか。書いちゃってたからね。じゃあ、ここで最終回って言われた時に。そうだった、そうだった。不幸中の幸いだったのが、他のドラマは、全10話とかが減らされて8話とか。なるほど。で、それが、うちは14話だったから。確かに、確かに。3話減らされても11話という、それなりの。通常、ワンクールの話数ができるっていう。そう。という、不幸中の幸いがあって。ただ、ちょっと13話にしないって言ってたけど、まさかそんなに一気に減るとは思ってなかったから、結構最初の方、のんびり伏線を巻いていたのが、うわってこれちょっと巻かないとダメだぞ、みたいなことは確かにありましたが、でも、ね、8話とかで終わってたことを考えると、危なかったよね。なんか、ここで終わりみたいに本当に。まとめて切らなかったよね。きっとね。いや、そうだと思う、全然。自粛期間中に6話をもらったのは覚えてて、だからそれで本当に8話で終わりですとかになったら、もう本当に急に最終回になっちゃうから、そうじゃなくてよかったですね。だからそれをいろんな人がこう頑張って、11話までできてよかったですね。でかいの本当にね、スケジュールです。ありがたいです。本当ありがたい。撮影もでもね、ギリ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 中の最終回やばかったですね。あのスケジュール感で1話しかも15分拡大撮るってありました、今まで、はい、しかもスネチェイスっていうね、ね、スネチェイスね、シーチェイスって言われた時の、カーチェイスではなくシーチェイスって言われた時のなんかこう
制作部のピリつき感、ね、そうっすね、お前つって、うん、やる気なのかあれだね、いや最高ですよ。でもそのやっぱり船をねバビらないといけないし、うん、海をバビらないといけないですもんね、うん、撮影していい場所とか、ね、うん、許可取りとか、そうそう、あれがまたそのでも道路ももう無理だみたいなね。ああ、そうですね。車も、そうそう、車の走りももうちょっと牽引のなんかとかもちょっと、ああ、確かに許可も、そうそうそう、もう無理だって仕込みがやっぱちょっと時間かかるんで。逆にだ、じゃあ C でよかったんですね、その。そうですね。ただ、もうこの C といってもいろんな C があって、ここの許可は間に合うからここはいい。でもこっちはダメとかいろいろあった。そこのせめぎ合いがね、職人って感じでした、みんな。みんなもうこうパズルのようにガーッと跳ねてるっていう。なんかすごい今回の現場ってなんか制作さんが16人いたんだって、すごい多いかな、14かな、うん、それがちょっと普通より全然数が、うんうん、ちょっと仕込みがちょっとなんか、うん、大変だからね、いいながらさしましたよね、うん、まあ、でも終わってよかったですもんね。いや本当に新井さんはそのプロデューサーとしてその企画からやってるわけじゃないですか、はい、そうですね、その一番大変っていうか、なその肝が冷えたと思うんですけど、いろんな面で。そうですね。自粛中は毎日編成さんと電話して、ああやっぱりそう、パターンを作ってくれみたいな。あ、何日か撮影できた場合、何日か撮影できた場合、十何パターンで作ってくれ、ありますよね。あ、うん、その時お腹痛いって感じ。うんうん、でも分かんないんだもん、結局パターン作ったって、ね、ね、いつから始まれるかね。結局ね、国が解除するかしないかっていうやつだったからね。そうですね。本当に。一番最初はどういうきっかけだったんですか、うん、始まりって。この企画って。私がずっとの警察が好きで。警察が好きだ。警察ドラマがね。うん、警察が好きなの。あ、警察が好きなの？あの24時とか。ああ、そういうこと。おまわりさん見るとワクワクする。へえ。なんかジロジロ見てしまうみたいな。へえ。で、警察24時とか、うんうん、なんとかレッドなんとかみたいな、うんうんうん、ビデオ撮って。ビデオ、ビデオだ、いいよ、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫、ビデオね、録画してね、見てたんですよ。ね、でも警察もの、ね、10年前ぐらいからよく出してたんですけど、全然通らなかった。へえ。で、刑事物ってちょっとハードルがある。さ、なかなかだけど、枠がなかったのかな。TBS が少ない。連ドラで刑事物をやるという発想が多分。へ、通らず、うんうん、通らないなと思って、まあ、アンナチュラルやって、うん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 、で、野木さんとまた何かやりましょうみたいなこととかがあって、うんうんうん、じゃあ新井さんから刑事物やりませんかっていう、へえ、そうそうそう、でもなんかアンナチュラルがなかったら通ってないよね。そうですね、それはありますね。アンナチュラルって実績があって、その中でその一応その世界線が一緒っていうか、あ、そうですね、って設定ではありますけど、うんうん、はい、それっていつ頃そうしようってか、初めこそうですね、アンナチュラルに出た人はもう同じ役でしか出さないようにしよう、うん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 、ことで同じ人キャスティングしないようにする、うん、結構それがなんか大変そうだったよね、すごい癖そっかこの人ぴったりなんだけどアンナチュラルで犯人役とかなっちゃうんですよ。そっか確かに確かに、そうそうそう、いろんな人も出したし、確かに犯人役で出ちゃうと、ね、うん、どうしても、ね、確かにありましたね、どっかで生きてってほしいじゃないですか、世界の中で ね、そうするとやっぱり二度使い合わない方がいいのかなとかね、うん、でもやっぱりね、見てる人も興奮するポイントっていうか、うん、なんか世界が広がる感じしますよね、うん、なんかね、新井さんに質問が来てて、はい、兵庫県19歳雪見団子、はい、新井さんの好きな味噌汁の具は何ですか。全然見えない。どうでもいい感じのやつだよ。私は俺も聞きたいな。俺も聞きたいな。がっくり。いや、実はあるんですよ。実はあるわ。実は。もったいぶる人。味噌汁の好きなやつ。ナス。フリーズドライされた。あ、うんうんうん。ナスの味噌汁がめちゃくちゃうまいんですよね。熱く語るほど何もないよ。あれは結構グルメなんですよ。あ、そっかそっか。で、のりさんが、
ね、ジョカナスがもう夜な夜なスタンバイしてるから差し入れするよって言って、味噌汁送ってくれた。ナスがある。嬉しい。嬉しい。いっぱい送ってくださったんですよ。もっとナス送ればよかった。それを知ってたら。まさかそんなにナスが好きとは思わなかった。そうですね。あ、どんべん送っていただいて、送りました。他のチームもバリバリ食べてるんですよ。夜な夜なみんなズルズル言ってるっていう。あ、よかったよかった。ナス覚えておきます、ね。なんでこのコーナー聞きたかったのか。いや、なんか結構メールの中にその新井さんファン的な人が多いとか。茨城県ダイエット新井瀬から、ミュー4マリを見返しているんですが、はい、第4話の青池さんが青池投稿が乗るバスの乗客に新井さんがいらっしゃるのを発見しました。そうなんですよね。新井さんもいるし、衣装の鳥居さんもいるんですよ。そうそうそう。出演の経緯を教えていただきたいです。出演の経緯は、あれですよね。あの、私が座ってる席の前に監督が座ってモニターを見てるんですよ。あ、そうでした。中にモニターがあって。中にモニターがあって。で、私もその後ろ座ってモニターを見てたら、うん、あ、ちょっと映るんで、ちょっと。普通にしてくださいって言って、私、頭ぐらいが映ってるのかなって思ったんですね。そしたらめっちゃ映ってるやん。ちゃんと芝居してください。そうそう、で、芝居してくださいって言われて。あの、バーンって銃が鳴るとこで、あ、いいみたいな。ドライやってる時に、格闘が私の横で、もっと後ろかと思ったみたいな。そうそうそう。え、こんな近いのと思って。衣装さんと、やばいな、って。鳥居さん。位置がやばいね。結構手前をするから、耳が。そうそうそう。耳がっていう、荒井さんって。そしたらみんな耳栓を配られてたら、私だけもらいたい。ちょ、耳痛い。耳痛い。ちょ、耳が痛い。もう一回行きまして、もう一回行くの。耳栓ください。あれ、脚本の中ではもうちょっと奥のイメージだったんですよ、確か。そうそうそう、だけど、いろいろその、立ち回りとかいろいろ考えたときに、前でやった方がいいねってなったのかなって。めっちゃ横みたいな。すごい、すごい近くにいると思って。それは面白かったですね。本当にね、あの、頭だけしか出てない予定だったんですけど、めっちゃ出てるって。すいませんでした。あの、好きで出ているわけじゃない。やっぱりね、そうそう、あの、いわゆる、エキストラさんとかも、はい、まあ、もちろんコロナ禍でね、そんなこう、うん、たくさん呼べたりとか、ね、あの、するわけじゃなかったんでね、こう、いるスタッフの方が結構出てたりとかね。だから、あの、荒井さんがプロデュースしてる、うん、他のドラマとかも、よく見ると、その、うん、まあ、結構チームが一緒だったりするんで、うん、技術さんとか制作人。うん、ね、あ、知ってる人が出てるみたいなことがたまに。ありますよね。そうそう、たまにある。ありますよね。それもぜひ、チェックしていただきたい。じゃ、こんな感じで今日は、ニュー404の話を、ダラダラと、打ち上げの、なんか、まったりした感じで、お送りしようと思います。はい、ダンスお疲れ様でした。いやいやいや、どうも、どうも、どうも、お話させてください。リアクションメール来てます。富山県朝。話数を減らそうと画策する乃木さんが好きです。画策ね、はい、失敗しましたけど、でも結果的にね、少なくあの、でもあれなんだよね、あのアンナチュラルの時も実はね、画策してでもアンナチュラルって全部撮り終わってから放送だったんですよね。そうそうそう、あれもスケジュールがあって、なんか最後バタバタしてた、うん、撮影期間を考えると変わらないから、うん、無理なんじゃないかって言って、うん、あれはでも11話を10話にすることに成功したんですよ。成功したよね。だけどしかもあの時も本当に撮影もみんな結局スケジュールもギリギリで、うん、ああ10話でよかったねってなったんだよね。あ、なるほど。じゃあ画策してよかった、ね、そうそうそう、だからちょっと今回も、うん、しようと画策して裏で動こうと暗躍しようと。はい、さすが。あ、武蔵野市タク404塚原さん、はい、野上クイズに正解したら野上くんのブロマイドがもらえます。今夜は特別に野上くんのサイン入り捨てずに持って帰ってください。じゃあ、野上クイズ出します。はい、出していいですか、じゃあ。そうそうそう。なんか、ないとね。この3人にのみ。この3人のみ出す野上クイズ。当番組のディレクター野上くん、先週慶応出身ということが、慶応法学部出身ということが分かり、みんなの見る目が変わりました。そんな野上くんの野上クイズ、プライベートから一問出しておりますので、もし野上クイズ。出すんだろう、いつも。何ですか？なんでね、いつもプライベートから出す必要があるんだろう。
握るっていうかなんかね。本当ですよね。かわいそう。かわいそう。かわいそう。日常切り売りで、プライベート切り売りさせられてるわけですからね。最近、趣味で占いを始めた野上くんの母、高子さん。お母様で切り売り。はい。野上くん、占ってもらったところ、一言ズバリ言われたことがあります。何と言われたでしょう。お母さんが野上くんに対して言ったこと、結構ポジティブなことです。あのヒントとしては、お母さんが野上くんに対して言ったことです。お母さんが占った野上さんを、はい、お母さんが占った、そう、お母さんが占った。なんかすごい結構ポジティブ。別に何か言ってもいいですよ、もう答えを、みんなそれぞれ。なんかちょっと私、野上クイズを普段全く聞いてないから、野上隣が分からなすぎて、何を答えていいかが分からない。だって、今、空を見つめたの。なんだろう、野上クイズって。野上さんがさ、上向いてんの見ちゃった。社長になる。あー、違う。これ違うんですね。ブーの SE は今回ないんですね。ブーないんだよ。ブーなくて、ディレクター席で手を横に振るっていう、全くラジオ向きじゃない。なんで、すいません、不正解です。塚田さん、答えてください、ぜひ。野上くんは、ハゲない。ハゲない違うか。違う。もうちょっと占いっぽいです。占いっぽい。あ、じゃあ、ヒントね。あなたは将来、なんて言ったでしょう。あなたは将来子だくさん。無限方を鳴らしながら手を横に振る。これは不正解です。違うんです、うん、あなたは将来なんだろう、スターになるとか。あ、これはどうですか。スターになる。あ、正解、正解しちゃっていいの。正解にしていいの。え、待って、ブロマイドをもらうの。ブロマイド。もう今日はちょっとスペシャル放送なんで、はい、非常にこう範囲の広い正解ということで、はい、正解はですね、あなたは将来化ける。化ける。なるほど。これは母高子さんが言われたと。嬉しいね。嬉しかったね。本当に、じゃあ、ね、本当に来たな。化けてください。じゃあ、テラちゃんが、ブロマイドを、じゃあ、乃木さん、乃木さん、乃木さん、じゃあ、みんな、私どれから一枚。ドン。はい。一番つまんないやつ。社員証のやつ。これ、帰りに、帰りで、こっちに見せたらいいの。本当にただ、社員証みたいな。学生服ですね。学生服の。学生服どうしたらいいのかな。後で野上くんがサインして渡しますんで。ぜひ、あ、じゃあね、ほら、スターじゃないわ、化けるかもしれない。化けるかもしれないんで、取っといていただいて。はい。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで。塚原さんにもらってほしかった、ね、そうだね、塚原さんに。いやもう、じゃ あそうだよ、塚原さんちょっと引いて一枚、じゃ引いてもらっていいですかね。どうぞ。ちょっとかっこいいよ。スター野上ですね。スター野上ですね。スター野上、バケタ風。野上ブロマイドぜひ持って帰っていただいて。いただきました、ありがとうございます。大丈夫ですか、新井さん欲しくないですか。気持ちだけ。気持ちだけちょっと終わって、生にお会いできたんで、はい、よかったです。あ、そう、作家のテラちゃんもミュー404を毎週楽しみに見ていて、ありがとうございます。今日は3人に会えたら泣いてしまうかもしれないっていうのが先日作り上げた皆さん、本当に素晴らしいです。ありがとうございます。その僕のそのスタッフも、音楽の方もスタッフもみんな毎週見てて、いつも感想を言ってくれるんですよ。すごい嬉しくて、ちょっとたくさんリスナーのみんなにも質問もらってるので読んでいきたいと思います。はい、塚原さん、塚原監督への質問です。はい、東京都東子さん、とても見応えのあるドラマをありがとうございました。何回見てもあっという間に時間が過ぎてしまうのはお話の面白さもあると思いますが、カット割りや音楽の生み出すテンポ感にぐいぐい引き込まれてしまうせいだと思います。アイラで塚原さんと2人で対談させてもらったアイラで、源さんのアングルを超探ってると伺っていました。11話撮り終えて塚原監督としてベストアングルというのはどんなアングルでしたか。
アングルはね、シーンで言うと3話の桔梗さんのことをいぶきが好きっていうのを見てるアングルがベストだと思うな。ちょっと紙目でちょっと叩いてる絵なんですけど、叩いてるってなんですか、紙目と叩いてる、分かんないか、紙手の紙ですね、右向かせてちょっと上から撮る、あ、叩くっていうのがちょっと上なんですか、そうです、あの 目線よりも上がったのをこう伏せ目で撮るのを私は叩くっていうけど、他の人がどういうかちょっと分かんない、それぞれなんで、監督それぞれなんで、なるほど、あ、面白い、目線から下だとなんていうの、煽る、あ、煽るはいいね、メダカってのが水平ですね。あ、へえ。私だけですよ。一般の人が、一般の監督がどう言ってるかはもう本当にみんなそれぞれなんで、うんうんうん、違いますけど、私はそう言ってます。あそこでちょっと にらむっていうかところですね。伊吹のこと。そうです。で手錠しに行くところ、ね。そうですそうですそうです。あそこはね、ちょっと自慢のベストカットなので、ちょっと。止めてぜひご覧ください。ぜひ録画してる人は止めて見てください。みんなでも聞いてる人、え、そこって確かに確かに。アングル的にはそれが、うん、その一番。編集中あのね、うん、こうリアクあのずっと素材見てますよね。ずっと見てる。ずっと見てここでみたいな。うんうん、あの撮った素材編集も一応こう。OK がね撮影中出てて、はい、編集マンさんが編集するけど、さらに元素材をずっと見てってことですね、ずっと見てね、うんうんうん、今日さあのディレクターズカットの編集やってて、あ、そうですよね、ディレクターズカット、それはあの例えばパラビだったり DVD とか DVD に入るやつ、ね、はい、あの麻生さんがこう挨拶するシーン、うん、さんの最終話でね、最終話のね、麻生さんの聞いてるやつをずっと見てましたよ、ちょっとずらすとね、ちょっと分かりやすくなったりすることもあるんですよ、うんうんうん、ちょっとずらしたりとか、あと尺がね、うん、贅沢に使えるなら、うんうんうん、ちょっと伸ばすとしたら、うんうんうん、もうちょい前から使った方がいいのか後ろ使った方がいいのかと、うん、確かに確かに、そうあるんですよ、ね、実はすごいね、あの放送尺にするのに、うん、泣く泣く切ってるんですよ、すごい苦労をして、うんね、特に最終話は結構、ね、そうちょっと長かったから、うん、台本もらった時にもう熱って感じですね、ドンドンっていう感じがそうだから、まあでも15分拡大まあまあ、いやいや、まあまあ、まあ、取り上がったら、15分どころじゃないかな、長いって思ったよっていう感じそうそう1時間半で見たいみたいなね、でもそれでもその DVD だったりブルーレイのボックスに入るやつはちょっとこうディレクターズカットで眺めのもあると、もちろん、はい、ですね、うん、だから本当にこだわりっていうか、その、うん、僕も一回編集室にお邪魔したじゃないですか、はいはいはい、その時の作業もすっごい楽しくて、自分も編集が好きなん で, で、ね、自分でやるのも好きだし、はい、だからなんかやっぱ素材見て本当に一フレとかで変わったりするじゃないですか、です、ね、表情とかもこの一フレのここ入れるとまたなんかリズムも違うし、はい、感情も、ね、違く見えてきたりとか、なんか組み合わせだったりもするんでね、何度もやり直すと違うこともあるっていう感じですね、うん、撮影中もここって言ってますよね、言ってます、撮りながら、はい、どうしてもこのリアクションだけは逃したくないとかっていうのを忘れないように、うんうんうん、しときます、塚原さんここを使ってここでこうしてここでこうしてこれはこれよって言ってる、うんうん、全部記録さんが書いてるんですよ ね, ね、記録さんがね横でずっと書いて、はい、で、このここのあの例えば島とか伊吹のここの顔は、うん、2個前のテイクでとか言ったりしますよね、あれでも記録さんもすごいよね、そう、なんかあれもね職人技ですよ、職人技、後ろで聞きながらタイムを書いてる、うん、ね、タイムも書いてね、全然俺聞いてると分かんないよね、うんうん、でも塚原さんがどんどん、あ、今のとかこっちのカットでこっちからこっちでこうだったから、うんうん、ここからはさっきのがいいねとか言って、これで分かるのっていうのをすごい黙々となんかメモしてて、職人多分ね、森本さんっていう方なんですけど、うん、職人です、森本さんしかできないんじゃないかなって気がする、でもあのいやこう撮っていくシーンを撮っていくうちにカットも増えていくじゃないですか、はい、こっちのアングルが増えてて、はい、それでまた変わっていくんですもんね、そうですね、うん、それでも、塚原さんのまあ、割り本ってあるじゃないですか、あの毎日現場に行くと、うん、塚原さんが割ったカットを割ったのが書き込まれてる、はい、あの割り本っていうのをもらうんですけど、うん、
すごい書き込まれてて、だから最初からこう想定はあるけど、撮りながらまた変わってくんですもんね、それって。そうですね、まあ、段取りやってみないと、うん、初めにお芝居見せてもらわないと、うん、ドライリハーサルをやってカメラ構えず、うん、どういうふうにお考えになってるかは分かんないので、見せてもらってからもう一回考えます、ね、またさらに、うん、そうなんですよ、最後まで諦めないって感じがありますね。諦めないですよ、しつこそれがやっぱさすがしつこいわっつってみんなにも言われるし、自分でも思うのしつこいなって。いいですよ、 それでやっぱこの、ね、作品が生まれてるわけですから、質問、はい、パープルベアさん、後半くずみが出だしてからの緊張感のある展開面白かったです。そこで質問です。須田さんは、須田正樹さんは大阪出身だと思いますが、くずみの関西弁が少しエセ関西弁っぽく感じました、うんうんうん、あれは演出でしょうか、私の勘違いでしょうか。あれは演出だと思います、うん、あのそういう出自がなんて言うんですか、なんかこうふわっとしてる、うんうんうん、なんて言うんですかね、あの自分で喋る出身とかが本当かわからないっていう、ね、うん、そう、後半戦あの標準語で喋り出したりすることもあったので、うんうん、そうですね、ご本人はでも多分それも含めてああいう発音にしてるんだと思います、うんうんうん、そうですよね、はい、そういう設定というかなんというか、はい、結構その島もそうですけど、一人一人にこうかなりバックボーンというか、うん、書かれたものを配ってもらえるじゃないですか、はい、あれはくずみにもあったんですか。あ、野木さんもあるんだ、エレーバイスをね、書いてくれて、うん、そう、だからなんかその中に島のにもあのなんだっけ、趣味の欄と刑事ドラマ鑑賞って書いてあった1話でいぶきが1話だっけ、なんか刑事ドラマみたいにバンバン打つじゃんみたいな、それでふざけんなみたいなこと言うんだけど、あ、刑事ドラマ好きなんだって思いながら言うんですよねそういうのすごい大事ですよね、だから面白いですよね、うん、でもこうくずみは言わないとか、言わないっていうか分からないっていう役だから、うんうん、本当にそれはその野木さんと須田くんと、あとこのチームの中にしかないっていうことですよね、うん、バックボーンに関しては、ね、僕もそれ読んでないんで知らないんですよね、うん、かなり詳細に書いたんですか、それって野木さん、うん、まあ一応書いてますね、うんうんうん、2度に分けて渡したんじゃなかったかな、うん、か変わったっていうか変わっていった感じですか、プラスアルファ補足的な、あ、うん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 、それは書いていくうちに変わっていった感じ、変わっていったというか、もう増えていった、多分最初の頃って本当になんか3話とかの頃、うんうん、なので、うんうんうん、あ、そうかそうか最初に出たのはもう相当最初の頃なんで、確かに確かに、うんうんうん、あとエトリとどういう関係なのかみたいなのも書いてたり、そうかそうか、どうやって出会ったかとか、うん、もう本当に演じる上で必要そうなこと、うんうん、書いて、エトリに関しても僕4期層の人たちは本当に知らない状態でずっと やってるので、だから、まあ、知らないから ね、まあ、それをなんか言われるわけでもないっていうか、実はこの後こうなっていくんで、あのこう思っといてくださいとかもないん で、 そ、 うです、ね、それがすごい良かったですよね、本当にわからないから、あの似顔絵が本当に似てるかどうかはやっぱわからないからそうですよね、そうなんですよ、それがやっぱすごく芝居して楽しかったですね。ミューネームソラコ、ジンバさんの顔面配備ファンです顔面配備というのは本当にあるんでしょうか。キュアのあの顔面配備、ジンバさんがキュウちゃんに顔面配備をレクチャーするシーンは何度も見返しても圧巻でどうしても笑ってしまいます。あのシーンはどのように演出されたのでしょうかあれはね、ジンバさんのセルフプロデュースなんで、うん、そうですね、いやすごかったですね、すごかった、確かに、うん、いや顔面配備ってすごい最初から振ってはいるし、うん、あのプロフィールにも書いてはいるんだけど、うん、だからでもどっかでやんなきゃいけないいや忘れ減ったけどこれどっかで入れなきゃいけないなっていう中でやったけど、いやあんなにいろんなバリエーションの顔を描いてたあれは何がどうしてそうだったのかなと思ってたけど、うん、カット加減のが遅かったのかなまだかなと思っていろいろおやりになったかもしれないそれ丸々使うみたいな、うん、めちゃくちゃ面白かった、面白かった、何もじゃあ言わなかったんですね塚原さん的に、うん、どんな顔ですかとかも聞かれなかったから、そっかそっか、うん、普通に、あの
公式本のインタビューで、実はそれの答え書いてあって、うんうん、今日私読んで大爆笑したんです。楽しみ。なんて書いてあったの？なるほど。だからこういう顔したのかってこと。ジュンさんのインタビュー面白すぎて。めっちゃくちゃ面白いです。ジュンさん面白いですよね。本当に面白い。最終回を読んだ感想とか、めっちゃ面白いんです。本当に乃木さんも楽しみに。気になってしょうがないわ、それ。私一人今日は。引き続き、ちょ皆さんにお付き合いいただきますので、ありがとうございます。そうなんだ、ジムさんあの企画書の人物表に顔面配備って書いてあったんだけど、なかなかそのシーンが出てこなくて、9話でやってみて、ここまで長い振りを来たならもう白目向くしかないと思ちょっと楽しみです。いろいろ公式ブックも楽しみだしリブリーボックスも楽しみだし、じゃあ今度は乃木さんに質問、はい、乃木さんに質問です。ラジオネーム緑山葵さん、キャラクターの名前はどのようにしてつけるんでしょうか。勝手に推測したんですが、志麻さんのファーストネーム漢数字の1と未来の実を組み合わせると朱色の朱となるので、伊吹愛の相棒にふさわしい、静脈と動脈のような絵が思い浮かびましたと。糸巻さんは、アンナチュラルのん？あ、スパイダーの糸巻さんやアンナチュラルの命も、神道でいう命と書いて命と読む部分から来ているのかなとか、ぜひキャラクター名の由来や種明かしを伺いたいですと。でもすごい特徴的ですよね、いつも乃木さんのキャラクターの名前って覚えるっていうか、そう、あの覚えやすいこととはやっぱり、かといって、なんだ、安いけど、なんだろう、名前でありそうな名前っていうか、その あんまり突飛すぎないのにしようとは思ってるんですけどね、印象的にはなるけど、名前でちゃんとあるっていう、そうそう、まあだから名前を考えるだけですっごい時間かかったりしてしまう。今回あれ、これ言ってないのかな、あの5人の名前共通点ありますよね、企画書に書いてた。それはそう、企画書に私書いてたっけ、書いてた、うん、あ違う、私が聞いただけか、うん、私多分誰にも言ってない気がする、でもそうだ、最初新井さんに言ったかもしれない。それ言っていいやつ、これ実はこうなのよって言われて、あ、そうなんだ、うん、でも私なんかどっか違うとこ、乃木のとか、あの、あ、に書こうと思ってた、うん、こう自分のノートに書こうと思ってた、あ、あの DVD の、あ、DVD の付録に、つくんですよ、解説みたいな、そう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 、電話解説みたいのが、じゃあそこで知れるわけです、ね、まあ、そこでちょっと書こうかなと思って、めちゃくちゃいい宣伝で振りばっかりしてる振りばっかり、あ、じゃあ特徴はあるんだ、うん、共通点が、共通点が、この共通点分かったらすごいですよね。なんかでもね、なんかネットでなんか、うん、あー惜しいなって思ったのが、うん、なんかこう山の名前なんじゃないかみたいなことを言ってる人がいて、あ、うん、あ、まあ確かにそうとも読めるのかもなとは思ったんですけど、実はちょっと微妙に違う。違う、うん、で、あの、その、うん、愛と、かずみの字が、つまり赤と、朱と青みたいな、青になってるっていうの。うん、確かにその、μ404 のロゴカラーも赤と青だから、うん、あ、本当だって思ったんですけど、うん、実はそうじゃない。そうじゃないっていうね。そうじゃないんですけど、うん、まあ、それも、まあでも、ね、こう、何でもかんでも、公式ブックでとかライブノートでって言ってるとちょっとさすがに買えない人がかわいそうなので、うん、まあそれだけは言っておくと、うん、実は、うん、ね、あれなんです、どっちかっていうと数字というか数学の話で、由来は、うん、島和美の和美はまあそのままなんですよ、うん、1未満、数字の1未満で、伊吹愛の愛は実は虚数の愛だったんですけど、虚数の愛ってなんですか、うん、全然わかんない。ダボカーンって感じ。全然わかんない。うん。うん。ね、どういうこと？つまり、虚数、数学で虚数って愛って言うんですけど、つまりそれが1に満たない数字というか、だから実は両方、同じような意味合いなんだ、うんうん。なるほど、なるほど。へぇ、面白い。という由来の。1に満たない2人。そう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 。のバディ。はい、でした。これはじゃあ初めて出た話ですか、今、あ、今、そう、そう、多分、あ、そうだ、誰にも言ってなかったかもしれない。誰にも言ってないんだ。はい、その、この、うん、初めて聞きました。塚原さんたちも言ってない話だ。うん、多分、だって、新井さんに言っても、はん、ほにゃって何ですかってなる、うん、そっか、すげえ。うん、
いつもそういう感じで考えてます、野木さん。そうですね、大抵。ちなみに話のなんていうか、大体のこうプロットみたいなのを考える前に考えます、そういうのって。キャラクターが生まれていく段階で考えるのか、うん、だんだん名前とか途中で変わっていったりするのか、あこれがいいな、なんて。基本企画段階で、うん、じゃあキャラクターどうしようかみたいな時に、うん、そのやっぱこう企画書にこう簡単な人物表とかつけるので、うん、その時に人物設定と一緒に合わせて一緒に考える。へー、面白い。じゃあその時はだいたいその作品の企画は決まってるから、その中でこういうキャラクターが出てくるだろうっていう中で、そのキャラクターと一緒に名前も考える。そうですね。あ、面白い。いい質問をありがとう。私も初めて知りました。面白い。続いてこれもね、ちささん。もしも2020東京オリンピックが予定通り行われていたら、エンディングは変わっていたと思いますか？あ、そうだよね。マスクはしてないですよね。最後のドラマありがとうございますと。まあ変わってますよね。もともと4月、2019年の4月から2020年の4月の、うんうん、まあ大体1年ぐらいを書く予定だったので、うん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 、まあね、その時まさかこんなことになると、そうす、ね、はい、思ってなかったので、まあ変わりましたよね。うん、2019年であるという設定がそんなにこうね、なんかこう すごく意味を込めていたわけではなかったんですもんね。うん、そういうもともとただそういうクールの時で、働き方改革が2019年だったっていうに、うんうん、あの始まったの、うんうん、で2019年スタート。あの、うんうん、結局そのストーリーの中で全体的に多分、うん、つまり3ヶ月で絶対終わらない話だなっていうのが最初からあったので、うん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 、その途中で数ヶ月経つだろうし、うん、全14話なので、うん、確かに確かに、うん、全14話を3ヶ月とかで、つまりやるとすると2020年4月ドラマで2020年4月で始めちゃうと、うんうん、ドラマの時勢が追い越しちゃうんですよね、うんうんうん、現実を、うんうんうん、で現実を追い越した時に事件ものだとめちゃくちゃ事件起きてることになる。そうそうそう、コナンみたいな。そうそうそう、めちゃめちゃ事件も起こるし、あとこう実際に現実に大事件がなんか起こってる、法改正とか、現時点と、つまり、うん、現時点の法律とかいろんなことに沿って作ってるのに、うん、現実が変わっちゃうと、うん、おかしなことになるから、やっぱりそれはどうしても過去時世にしてほしいって言って、うんうんうん、2019年4月スタートにして、うんうん、まあ1年でっていうことを考えてはいたんですけど、まあ、ただそのおかげで、それもまた不幸中の幸いで、うんうんうん、パラレルにならないで済んだっていうか、うんうんうん、2020年スタートだったら本当にコロ2020年なのにコロナがないっていう、ね、うん、ないことになっちゃってたので、うんうん、まあそこは、うん、不幸中の幸いだったなと思います。うん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 、面白い、ありがとうございます。にたこさん、野口さん質問です。雑誌やネットで、インタビューで台本には書いてない伊吹や島のアドリブ的なものがあったとお聞きしましたが、野口さんが印象に残るシーンはどんなシーンでしょうか。塚原監督や新井 P にもお聞きしたいですと。余談ですが、夕べの菅田将暉のオールナイトニッポンでもおっぱいというアドリブの話をしていました。あれは良かったですね。あれ、 あれは台本には書かないだから。どう考えても。どう考えても。どう考えてもね、うん。絶対書かない。そこでおっぱいって書いて出したらみんなどうした？いや、でも、菅田くんはスッとやると思うけれども。おっぱいってやった後に、チラッとこっち見てたよね。やってよかったかなみたいな顔してたけど。それちょっと恥ずかしいですね。やった後にこっちになって、スワクが見てるのをバラされるの。面白かったですね。一応いっぱいにかけてんだよね、あれね。いっぱいおっぱいでしょうね、多分。うんうん、でもあそこはそのくずみが、その、いぶきゅうを前にしながら、こう、いろいろ話しながらも、まあ、逃げるというか、なんというか、うん、考えながらみたいなシーンじゃないですか。うん、そこでこう、おっぱいでかく乱みたいなのは、うん、なんか理にかなってるなっていう感じが、面白かった、うんうん。なんか印象的なのってあったりします？でも私はやっぱり1話のテンション上がってきたが、うんうんうん、本当にバッ、
編集上がりを見て爆笑しちゃって、うん、何度見ても笑ってしまうと思ってなんだこれって思って、うん、あれもまたその台本であれを書いても、うん、え、これどういう突然どういう意味ですかって多分言われちゃうようなことで、ああいうのって多分もう演者初でしかあんまりないような気はするんですけど、あとあの源さんの島の方だってやっぱり私は9話で、うん、井戸で、うん、こう息吹を抱き寄せた時にわーってなりました。わあ、ね。あそこはね、抱き寄せるとはもちろん書いてなかったですね。そう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 。思わずね、あの塚原さんにあれはさ、どうしてあなったのって思わず聞いてしまうという。ね、ね、感動的だったわよ。現場で生まれるってそういうことよねっていう感じでしたよ。でも本当にね。あそこはなんか戦ってる感じだった。あ、そうでしたね、うん、あそこはなんか必死な場面でしたね、うん、すごく。でもなんていうかアドリブっていうかなんていうか、うん、特にその最初からやってたわけでもやろうとかっていうわけでもなく、うん、やっぱカットかからないじゃないですか、うん、そのあ、それまたそれか。そうそうそう。でカットかからないとそのまま芝居続けるじゃないですか、はい、だからその中でそうなったってだけで、うん、なんか特に対話ないっていうか、うんうんうん、アドリブって言葉もちょっと難しいんだよね。そうですね、アドリブをね、やろうと思って感がちょっとあるっていうか、うん、アドリブって、うんうんうん、あの芝居ってあるじゃん普通に、うんうんうん、なんていうのそのセリフの間の動きとか、うんうんうん、仕草とか、うんうん、なんかそういうのってアドリブなのか、それはまあ芝居とか動き、うん、芝居っていうかね、そうですね、なんか芝居の延長っていうか、あと合間、真ん中のこことここの間の芝居っていうことですよね。なんか、なんか、なんだろう、アドリブをやろうと思ってやると多分あんまうまくいかなかったりするんだろうなと思うし、だからなんか抱き寄せるも多分抱き寄せると思ったら多分気持ち悪いんだと思うんですよね。なんか絵に映るものは作為的になるっていうか、だからなんかあそこはやっぱりね、あのハムちゃんがいて、うん、で伊吹がいて、で間に合ったってなって、うん、そのもちろんその九重のラインもあるんだけど、九重と、うん、成川くんのラインもあるんだけど、それも気になるはなるんだけど、ここでとりあえず間に合ったっていうことでいっぱいいっぱいになるぐらい、うん、その島は多分両方へのこうなんか背負ってるものが多分あったんで、うん、それそういう動きに多分なったのかなっていう感じはしますけどね、うんうん、あのなんか9話で澤部さんっていうなんか、成川とつながってるやつを見つけて、うん、わーっと追っかけてって、うんうん、殴るのを止めるっていうシーンじゃないですか、うんうん、あの時もセリフはあるんだけどぐっちゃぐちゃなんですよ、もう、うん、そうですね、殴りと動きとがぐしゃぐしゃになってて、うんうんうん、あれもアドリブと言ってしまえばアドリブですよね。そうですね、ただ、うんうん、あの台本の中にあるので、それはアドリブというかどうかっていうのは難しいけど、うんうん、やめろやめろとかし、ね、ストップストップとかっていうのも、うんうん、どれに分類されるのかなとかいつも、うん、確かに確かに、あのシーンもとても好きなんですけどね、私も好きだった、ぐちゃぐちゃで最高、すごかったよね、うんうん、あの、うんうん、なんかあれが芝居です、勢いというか、うんうんうん、素晴らしい、いや面白い、ありがとうございます、うん、続いて、うーん、あ東京都、誕生日が404、4月4日と、ドラマ本当に素晴らしかったですと、ありがとうございます。第8話のガマさんの家にいぶきと島がお邪魔しているシーンで、いぶきとガマさんが話を始めている中、島がガマさんの座る座布団がないんじゃないかと、自分が出されている座布団を手に持ったまま座らずにいる姿がありましたね、私はこのドラマの中であのシーンが一番印象残りだそうなんだ。ああ、なるほど。大丈夫かしら。あんな何気ないところで、ストーリーの流れに関係ないところで人となりを見せることができるなんて、ドラマってこんなすごかったっけと驚きました。あの島の仕草はもともと脚本にあったのでしょうか。ない、ないですよ。ないに決まってるよ。ないに決まってる。で、あとはあれですね、竹村さん演出会だったんですね。なんで塚原さんは現場にはいなかったんですよね。まあでもあれは単にあれでしょ、その場で、なんとなくやったんでしょ、あれはそうですね。あれを、うん、っていうか、あとその、島は一応先輩刑事という、というふうに対応してるんで、その、いぶきのラインとは違うんだろうなって思ってて、自分の座布団、自分が座りそうなところに座布団があるんですよ。前にガマさんが座ってた。でもそれを多分、すぐ座るんじゃなくて、持ってガマさんのところに置こうとするだろうなって思った。で、だから置こうとする
だけど、もうガマさん取り行ってるのを見て、うん、いや、いいやっつって自分でするっていう芝居ですね。だから。麻薬。なんかそんな、それなだけです。まあそれも芝居ですよね。そうですね。すね芝居っすね。だから、それが多分あれをドカって座っちゃうと、あの、うんうんうん、島っぽくないっていうだけなんだと思いますよね。そうですね。そこに気づくとはって。でもあれ。そこが一番だとは。そこが一番だとは。でもあそこ、なんか、ああいうのってよくあるっていうか、よくあって、だいたいカメラに映ってないんですよ、そういう時でもやるみたいな。だからあれが割とバッチリ映ってはいったのがちょっと面白かったです。竹村さんがどういう気持ちで、まあ、あれを、そうだ、あれだから、あの、そっか、一応島は喋ってるのか。だから、そうかもしれないですね。普通に活かしたのかもしれない。じゃあ続いて、はい、ラジオネーム松夢さん、小道具や衣装、その他いろいろな部分のこだわりを探してみるのが楽しみでした。最終回、いぶきと島のペアルックI love Japanとメロンパン号の中にぶら下がっているバンコク旗が同時に映った時、オリンピックじゃんとなんだか嬉しくなりました。なるほど。実はこれこだわってましたという衣装や小道具などあったら教えていただきたいですと。塚原さん、よろしく。私はやっぱり、うどん。あ、うどん。やっぱりみんなこだわってくれてたんで、うんうん、だけど初めの頃は、あ、これ言っていいのかな、初めの頃は美術さんが作ってた。あ、そうですね、それ、うんうんうん、言ってましたね。コロナ禍後は衛生管理を徹底するために、うん、あのそのそれだけをされる方を、うん、そうですね、呼んだら、うんうん、ちょっと料理屋の料理みたいになったんで、うん、それをきつく叱ったというぐらいのこだわり。あの、だってジーバさんが作ったじゃん。うまそうすぎる。そうそう。あの、お料理みたいになったら、ミンさんが作った方がぽいんですよ。そう、ぽい。確かに確かに。うまくない。うんうん、ただ茹でただけ。本当に人が作ったって感じがする。ジンバって感じ。そんなことが。そんなことがあったのか。そうそう、普通に美味しく食べちゃった。担々麺めちゃめちゃ美味しかった。美味しかったね。みんな群がってました。そうそう、美味しかった。その一番みんなが美味しかったって言ってる担々麺がさ、うんうん、あの、台本上セリフに全く絡んでないから、この全く目立ってないんだけど、みんな担々麺が美味しかったって言ってて、なんかごめんって気持ち。俺はフォーが一番美味しかった。あれ、あのパクチー入ってたんですか、ゲストさんにも。いや、あれパクチーじゃないです。僕パクチー苦手だから。あれなんだっけ、三つ葉。三つ葉でしたね。みんなパクチー苦手だったんですか、あの。偽パクだったのか。偽パクでした。怖いかも。みんなダメだったからね。俺とみんなダメだった。ジュンさんだけ多分パクチー。あ、ジュンさんだけ多分。これによってジュンさんあんな、ジンバさんも一番文句言ってたんですよ。そうそうそう。リアル。うん、あそこ、うどんのこだわり。そうですね、みんなすごいこだわってくれてますね。あのうどんの食べるさ、あの並びも良かったよね。あんなると最初私台本書いた時全然思ってなかったけど、あの横並びのさ、うん、カウンターに座ってっていう、そうそうそう、カウンターで、なんか可愛らしくないですかね。どんどん増えてたらいいなと思ったけど、6人までしか増えなかった。キキオさんも入れたかったな。あー、あー、確かに確かに。キキオさんって食べてないんでしたっけ。最終回で10話で、あなたね、2人でね、みんなで食べるのはなかったんだ。あ、10話で、ある、あるというか、あったんです。11話。もともとは、あ、もともとは11話のにあるかもしれなかった。っていうか、幻の、幻の、ああああそうだそうだそうだ、まだ皆さん見てない、見てないのが実はある。みんなごめん、俺たちだけでもそうそうそう。そうだ、あったわ。そうなんですね。しかも、荒井さんが10話って言い間違えてるから、ますます意味がわかんなくなる。10話、でも10話でも食べてるし、島とね、2人でね、食べてるし。11話でも実は。そうだった。あのね、カウンター。カウンターに。そうそう。そんなシーンが。それがね。あ、はい、ちょっと今これ聞いてる人なんだか全然。ごめんなさい。最終話に実は、ちょっと尺が足りなくて、ね、カットになってしまった幻のシーンがありまして。幻のね。はい。幻の中の幻のシーン。幻中の幻シーンがあって。ね、そうですね。僕はあの、でも台本でそのシーンを見た時に、痺れに痺れまくった大好きなシーンなんですが、ね、まぁ、あ、ちょっと幻になってしまったんだけど、もしかしたら、もしかしたら、うん、
見れたらいいかもね。見れたらいいかもしれない。そうですね。わからないですね。どうして。見れるんでしょ。いや見れます。言っちゃっていいですね。それは。言っちゃっていいですか、塚原さん。それプロデューサーどうですか。はい、19日からパラビで。パラビ。宣伝。宣伝。いやでも DVD ボックスに入りますね。DVD ボックスに入りますし、なので完全版に入る。そうそうそう。そこには完全版に入る。もう本当に。塚原版です。塚原版です。塚原版。はい。もともと塚原版ではあるんだけど、さらに塚原版。尺を気にしなくなっちゃって、たかが外れた。たかが外れた塚原さんね。好きなやつだけ並べちゃって。普通に一から編集してました。すげえなー。最終回。あら、素材選び直した。あれこれかかるやつだ。確かに、ほぼ一週間ぐらいでしたよね、最終回撮ったの。で、それぐらいって、いわゆる15分拡大で、CM 抜きで1時間ぐらいですよね、大体。それを作るって本当に大変で、しかも編集込みぐらいの感じでね。編集もね、ちょっと特感だったからね。だから、やっぱこう、ね、もうこう、もっともっとね、本当はやりたかっただろうなっていうのはあると思うんで。そうですね。泣く泣く志麻さんのセリフとか切ったところだと思う。危機として戻してやりましたわ。おらおらこのまま全部戻すんだ。塚原さん、血は好きだけど、血の量は変わってないですね。そうね、そこはね、なかなか出せないわね。でも現場でも、もっとって言って。でもね、今日には血のシーン足してましたよ。足してたんだ。めっちゃいい、めっちゃいい、この血とか言って。いや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 。すごいこだわったのに気持ち悪い気持ち悪いが切られたんですもん。あそこね、あの2話のあの私たちが刺して刺しちゃうとこね。パタパタパタ、いやいや、どこから出てんすかこっちはって。ポンプで一生懸命押してもらったね。あそこね、いやあそこ、いや放送でもおって思いましたもん。ギュッてなってるって思って。それがさらにちょっと動脈と同じタイミングで押せっつって。あ、素晴らしい。すごい。こだわり。やっぱそこ、血はこだわりですよね、でもやっぱり。そうか。俺、こんなに血にこだわる人は、塚原さんがその監督、その監督、そのシオン監督以来ですよ。ああ、でも、近いものがあるから、そのさんに失礼だわ、塚原さん、ね、本当はホラーとかね、やりたくてしょうがない。そうなんですよ。ホラーとか、病気サスペンスものとかね。ちょっと出そうとすると、すぐ気持ち悪い気持ち悪い。みたいに言われて。僕はだから、いつか前回の塚原さんの、その、前回のものが見たいんですよ。見たい。R18 とかでいいから。R18。見たいんですよ。それかけないとダメだよ。R18 ね。全然当たんないんだよな。やっぱそれはあるんですね。来ないんですね、お客さん。R15 でも結構、厳しいので。R18 なんて本当にもう赤字覚悟で作るんですよ。なるほど。話ですよね。まあ今、でも配信も多分アウトだよね、今ね。そうか。何かね、稼ぎがあるのよ、そこにはどうしても。そこにはあるんだ。でもなんかいつか。そうですね。15でもいい。はい。13でもいい。はい。12か。12か。12でもいい。ああ、そうですか。いや、ちゅうか、そっか、もうお別れ？ちょっと早いですね。でも、あれでしょう、だから、その、星のブロードウェイがあるせいでしょ？忘れてた、それ。そっか、じゃあ、本当に。じゃあ、もう一問、一通ぐらい、質問を読もうかな。どうしよう。一応、小島なんで、小島の話でもいいですけど。北海道、トンちゃん。ミュー404公式ツイッターの投稿。志麻さんはおしゃれなマンションに住んでいる。それ。その後に続く登場する回があるから楽しみにしてての言葉を信じ、私は待ち続けました。しかし気がつけば最終回も終わり、志麻の部屋は登場しませんでした。もしミュー404が11話構成でなかったのなら登場する予定はあったのでしょうか。設定など決まっていればお聞きしたいですと。マンション元の。誰が言ったのこれ。これ誰で、俺も知りませんね。あなた言ったの。いや、私の中で、島はコンクリート調の家に住んでる。新井さんの中で私の中で、島はコンクリートの、打ちっぱなしみたいな。打ちっぱなしのマンションに住んでるんですよ。ちょっと。そうだったの。というイメージで。なるほどね。コンクリート打ちっぱなしも今時ある。今時ある。時代を感じる。それはおしゃれなのかってところに今行きます。今ね、今おしゃれなのかってところに。家具もそんなになくて、白基調で、めちゃくちゃ似ている。決めてた。でもね、14あったら、ほら、
ね、なんかお休みの日の会作ろうみたいな、ね、そうそう話もあったんで、うん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 、そしたらもしかして出てきたかもしれないなっていう。そうかそうか、残念。でも確かに、でもそう、それを噂で聞いて、はい、なんかマンションがなんかかっけーらしいっていう、うん、なんとなくそんな気持ちで演じてましたなんかドロドロの、その24時間勤務してドロドロで帰るんだけど、うん、マンションはおしゃれっていう気持ちで一応言いました。すみません、今、うん、おしゃれでいてほしい。おしゃれでいてほしい。よくわかるよね、確かに。生かされてよかった。最後、桃ネクターさん、9月19日土曜日4時4分からパラビでディレクターズカット版が配信、そんな細かく刻んでるんですか。そうなんですよ。すごい。404だから。404。すごいな。夜中だね、しかも。いやもう深夜でしょ。深夜4時4分、まあ。午前的な感じ、朝。ああ、そうですか。どうですか、面白い遊びを。あ、そうなの、遊びが。12時とかじゃないって。あ、そうか、さすがですね。4時4分。あ、しかも12月25日、クリスマスに発売予定のブルーレイ DVD には、本放送、ディレクターズカット版が、はい、収録されるんでしょうかと。一応改めて質問。全話、ディレクターズカット版。あ、全話ディレクターズカット版。楽しみ。じゃあ、あのセリフやら、このセリフやらが、復活する可能性がある。これは楽しみでございます。見応えた。はい。特典。じゃあ、ちょっとさ、こんな感じでお別れなんですが、はいはい、お知らせ、なんかもしありましたら、あります？一応僕と野木さんに関しては、そうだよ、あの、映画罪の声の公開が10月30日に決定いたしまして、はい、詳細は映画公式ホームページにてご確認ください。すっごい面白かったです。楽しみだ。いや、よかったですね。よかったですね。よかったですね。よかったです。大変だったでしょうに、あの作品も。本当に原作が、情報量多い、うん。すごい、はい、それを一本の映画にまとめ、はい、土井さんが監督し。土井さんが、土井さんはあのね、コウノドリのメイン監督でもあり、逃げ恥ではサードなんですけど、まあ私たちがよく知る。監督です。監督。はい。松川さんともね、もうなんか割と。重版で。重版主体でね。そうですよね。それあります。で、あとは、告知。告知。今一生懸命、公式本と、特典映像と、DVD の、作ってます。作ってますよね。まだミューは続いております。だいぶ先のやつ。あとさ、その公式本になんか私今一生懸命、いや一応間に合うの？間に合う？私が書いた原稿は間に合うんですか？あのもし間に合った場合の話をします。間に合った場合の話で、間に合ってなかったら申し訳ないんですけど、一応ドラマの中で、なんていうんですか、この演出のお仕事が、塚原さんとか、そう、あの結構ほら、みんなどこ、何が演出とか、確かにどこがまでが台本で、そう、わからない中で、なんかこう何でもかんでも脚本って言われると、いやこれ私じゃねえんだけどなみたいな、という心苦しさがあるので、ちょっと私にそれを書かせろと解説をそう解説させろと、ここが脚本じゃなくて演出だよ、はいはい、ということで公式本に一応その書くは演出解説のようなものが乃木さんが書く、はい、ただそれがちょっといろいろ遅れております乗るかどうかわからない、はい、乗るかどうかわからない、最速がですね、はい、そうですね、だってもうあれですよ、発売まで2週間、いやそんなに、いやもうそんな近い、26なんです、やばいっすね、今日何日でした、口述筆記しましょうか確かに確かに、いやいやもうでもあ と, で、うん、あ, とあと3話分ぐらいなんですけど、あでも書いてるんですね、デジタルカットを見で書くってことですね。そうか。まだ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 。確かに。まだ遅れてないなんて。確かに。そうか。あのもしかしたら乗ってないかもしれない。確かに。はいはいはい、もしかしたら乗ってないかもしれないということを念頭に置いて、予約してください。そこでクレームを入れないように、一応釘を刺しておきます。ね、ないかもしれない。8割は乗ると思います。8割は。2割の可能性を加味して予約あの話だけないなみたいな最終話だけないな、間に合わなかったんだなと思ってほしい、はい、それは、ね、それもある、うん、ちょっとバカっぽくて、ここが塚原さんがエモいとか、あ感想も書いてる、感想書いてる、ここがいい、そうそう、うん、私の心の声がちょっとかっこ褒めているんです、いろいろ言ってるけどかっこ褒めてる、ああ楽しみですね、ぜひそんな感じで、見を読まれるようもまだね
いろいろ作業が残っているということが続くということで、はい、続いております。ちょっと引き続き頑張ってください、はい、ありがとうございます楽しみに、はい、僕もねちょっとこの後ねありますけどね、あのあれが、はい、あれがねあれがね、あれがありますね、あれが、はい、DVD のあれのあれが、あれがありますけどね、あ、はい、そういえば今日、うん、いぶきも聞いてたかな、聞いてたかな、ね、聞いてるはず、聞いてたら、あとくずみも聞いてたらくずみ、あと米津くんも聞いてたら、米津くん昨日電話を存在な扱いされてましたけどね、須田くんのさらっとね面白かった、面白かった、うん、そんな感じで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました、ありがとうございました、これからもミュー404を愛してください。そしてあの、DVD ボックス、ブルーレイボックス、パラビなどでぜひディレクターズカット版楽しんでいただければと思います、はい、今日のゲストは脚本家の野木明子さん、そして監督塚原愛子さん、そしてプロデューサー新井純子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの歌はミューヨマリオサウンドトラックよりメロンパンの歌、こちらでお迎えしていと思います。みんなありがとう。はい、ミューヨマリオスペシャルということでね、もう本当に素晴らしい制作陣の皆さんに来ていただきまして面白かった。なんか俺も知らない話もあったし非常に楽しかったです。ありがとうございました本当に。感想来てます。ミューネームザッコチン、打ち上げ最高、話数調整必死の乃木さん、しつこく血の量にこだわる塚原監督、クールに全体を見守る新井さんクールかでも新井さんの普段の感じを見てるとね、クールというよりこうキュートという感じがねこう似合う感じなんですけど、今までドラマは完成したものを一方的に受け取るだけでしたが、こうして脚本家、監督、プロデューサーに演者まで加わって終わったばかりのドラマの裏話をお聞きできるなんて最高です。19日4時4分公開のパラビ版楽しみでしかない、ありがとうございましたと。ようこそありがとうございます。本当楽しみ。本当にあの編集最後の最後までこだわる方々なんでちょっと楽しみ。さらによくブラッシュアップされてるだとことと思います。茨城県匿名さん、裏話楽しいです。公式本が楽しみになりました。ミーヨンマリオンは奇跡、うちの旦那も島谷伊吹とざっくり言うと同じ仕事です。おお、普段は職業を隠そうとしています。周りから警察官イコール正しい人と見られるのが非常に疲れるようです。最終話で島が清く正しい警察に疲れた、辞めたいというのと少しリンクし切なくなりました。演者さんはもちろん制作チームの皆さんの熱量素晴らしいです。もう一度録画したミューヨンマリオンを見てみますと。これぜひちょっとね皆さんに聞いてもらいたかったんですけど、いやありがとうございます。そうだよね、だから本当にそういう部分をなんか島は担っていたなと思いますね。あの話もすればよかった。ね、この番組に警察官の方、おそらく刑事であろう、もしかしたら起訴かもしれない、そういう方が、メールをくださってですね、その言葉に、そのメールに書いてあった言葉と、その前の日にもらった台本にあった島のセリフが、もうほぼ一緒だったという、まあ内容はほぼ一緒だった。ちょっとね、微妙に言葉は違ったけど、清廉潔白でなくてならないというセリフ。その話もね、そうなんですよね。だからそういう部分をなんか、島はこう担ってたなと思います。島さん、野上くん、今夜の星のブロードウェイ頑張ってください。野木さんから認められれば野木さん脚本の作品に出られるかもしれませんよ。なめんなよなめんなよ、慶応だからって出れるわけじゃないんだぞ、そんなにすぐ。超頑張ります。じゃあ、いい、もう、行っちゃっていいんですね、じゃあ。さあ、じゃあ、続いては、本当によかった。3人がいる前でやらなくて。星野源とスタッフが心を一つにしてお送りするこのコーナー、星野ブロードウェイ。リスナーからドラマのストーリーを募集し、当番組作家が脚本にして、私星野源、作家テラちゃん、サブ作家宮森、ディレクター野上くん、そして時々ミキサー大沢さんがブロードウェイに立ちたいという夢を抱きながら心を込めて恥ずかしいわ改めてこれ。なんかこんなにね、日本のドラマでエンタメで本当に必死に頑張っている方々の前でブロードウェイに立ちたい素人集団のすいません。今夜はラジオ放送以外に YouTube ライブで同時生配信をしています。YouTube 星野源の歌の日本公式チャンネルをチェックしてください。劇団員の生の熱演をお楽しみください。お楽しみにならないでくださいできれば。
今週は福岡市にお住まいのナウナウシカシカさんが作ってくれた原案をもとに作家テラちゃんが脚本を書きました。これはいいのね。今野上くんは外側にいるけどいいんですね。前半は途中から入ってくんだね。じゃあ配役発表します。星のブロードウェイ第18公演、タイトルはファイティングゲンロッキー。もうロッキーって言っちゃってるじゃんっていうね。ゲンロッキー、星野源。はい。河原スタスタローン、宮森亮。はい。ジャイアントベア、三浦、これなんて読むの？のりたか、のりたか。のりたかでいいんだ。はい、本名のりたかって言うの？はい。ごめんごめん、普通にあの居酒屋入ってくるみたいな感じで入ってこないの。はいみたいな、あ、はいみたいな。そうですよね。もうちょっとなんか出演者、ま、はい。この間わーって途中で入ってきたけど、今日はもうじゃあここに座るでいいんですね。はいはい、あ、よかったです。役者として、はい、熊さんが三浦紀隆（かっこ熊さん）特別出演ありがとうございます。そしてリングアナ寺坂直樹、はい。GAMI と書いて、ガミ。野上大輝。これ、観客 A、ハテナ。観客 B、ハテナ。観客 C、ハテナ。これね、あのね、さっき聞いちゃったんだ、俺。あの、さっき、その、放送前に挨拶行った時に、いや、これさっき撮りましたよ、本当に。言われて。爪が甘かった。爪が甘かった。これちゃんと秘密ですって言っとかないと。だってもうラジオに出るのほとんどね、ない3人なんだから、ちゃんと言っとかないと。失礼いたしました。ね、本当まだ皆さん分かってないから。でもこれはね、言って聞くのも相当面白いと思いますよ。で、はい、俺はでも聞いてないから、すごく楽しみです。はい、全然あの、楽しみの量は減ってないです。だからこれは、この3人、どの3人か。皆さん。わからないでしょ？わからないと思います。皆さんに予想して、3人です。これすっげえ楽しみだよ。ああ、じゃあ、いいですか？言っていいですか？星野ブロードウェイ第18公演、ファイティングゲンロッキーです。どうぞ。その調子だ、ゲンロッキー。世界王者の試合まであと1週間だ。その調子だと勝てるぞ。いいパンチだ。ナイス、ナイス、ナイス。俺はスタローン先生を喜ばせるために勝ちたいんだ。試合に勝って優勝して賞金をもらって、ここまで育ててくれたスタローン先生に楽をさせたいんだ。おお、アメージング、ハッピー。嬉しいこと言ってくれるじゃないか、ゲンロッキー。いいか、練習続けるぞ。ワンツーワンツー、いいパンチしてんじゃねえかよ。レディース&ジェントルメン、本日のメインイベント、世界一を決めるタイトルマッチ。リボンしてる。赤コーナーゲンロッキー。ゲンロッキー、行ってこい。スタロー、行ってくるよ。対する青コーナー、ジャイアントベア。おのれ、ベア様のパンチでゲンロッキーなんてイチコロだべ。すごい、またリバウンドしてる気がする。お前体重は何キロだ。122キロだ。お願い、敵だけど痩せてくれ、心配だ。これでも食らえ。なんだこれ。うわ立て、ゲンロッキー、立ってくれ。そんなもんか、さらにこれでも食らえ。ふんふん。おい、ゲンロッキー、諦めるんじゃないぞ、立ってくれ。スタローン、俺もうダメだ。ゲンロッキー、耳を澄ましてくれ。ファンの声が聞こえるだろう。何？ゲンロッキー、最後まで絶対諦めないで。諦めないで、ゲンロッキー。まだまだできる。ピックペアなんて
とっとと殺しむっちゃえ。ゲンロッキーゲンロッキーゲンロッキー。したらファンのみんな俺負けねえ。お、こいつ立ち上がりやがった。ゲノキ、あの弱点をつくんだ。ベアの弱点わかるだろう。弱点？そうさ、弱点、乳首さ、乳首。乳首？それバラすんじゃねえよ、やめてくれよ。俺乳首めちゃくちゃ感じるんだよ。ゲノキ、今だ。乳首をビンゴしてパンチするんだ。いいか、乳首をビンゴしてパンチだ。乳首をビンゴしてパンチか。スタロン、わかったよ。せーの、乳首ビンゴパンチ。ビンゴちくしょう、お前やるじゃねえか。グー勝者ゲンロッキー。ストロン勝ったよ。やったぜ、世界チャンピオンだ。では世界王者ゲンロッキーの勝利を祝い、スペシャルミュージシャンが歌を披露します。スペシャルミュージシャン、皆様ご注目ください。世界の音楽シーンを圧巻。ファイティングパンダマジで？あのファイティングパンダガミです、よろしく。ゲンロッキー世界王者おめでとう。ありがとうございます。ゲンロッキーの勝利を祝って歌を送ります。みんなに聞いてくれ。炎のジャンプ。あの日の涙が教えてくれた。アカペラ。心の柱は倒れはしない。お前の拳にはおいらの夢が詰まってる。ああ。明日も明後日もお前は炎のチャンピオン。野上の歌本当に興味がない。星野フロントウェイ。あー、ちょっと言いたいことがいっぱいあるんですよ。ちょっと待ってよ。まず、ちょっと待ってくれ。はい、観客 ABC。はい、もう一回聞きたいんだけど、あそこ。そこだけ聞ける？観客 ABC。いける？じゃあ観客 ABC のとこだけ聞きたいです。ゲンロッキー最後まで絶対諦めないで。これ、野木さんでしょ？負けないで、ゲンロッキー。これ、チクラさんでしょ？まだまだできる。ピックビアなんて、とっとと殺しぶっちゃえ。ゲンロッキーゲンロッキーゲンロッキー。新井さんなんでこんな、新井さんもう帰った？まだいる新井さんなんでこんな、殺しぶっちゃえって。新井さんなんで殺しぶっちゃえ。もう一回新井さんだけ聞いてもいい？続けてなら聞ける？ちょっと聞いてもいい？今。ゲンロッキー、最後まで絶対諦めないで。負けないで、ゲンロッキー。まだまだできる。ピックビアなんてとっとと殺しぶっちゃえ。ゲンロッキーゲンロッキー。新井さんどうだった？演じてみてどうだった？棒読みすぎ。いや、もう棒読みとかで言う問題じゃない。違う？あの、私はなんか、つついてたのがちょっと笑っちゃったんだ。あ、乳首もね。そう。いや、あ、もうちょっと、新井さんの才能を今、すごいですよ。今多分もう。ポリマレ風に言ってた。ポ
あ、ポリバル風に言ってたの？なんで役に役を重ねてくるんですか？まあ確かにポリバルの喋り方確かにそうだったけど。ちょっとあんま言えてなかったですね。いやでも、いや。なんかあのテストかなって思ったら、うん、OK です。もうやらないのです。これはもう、いや素晴らしいディレクションです。これはもう完全なる OK。一発で OK だったので。あれさん、噛んでません。素晴らしいです。噛んではないけど。ポリバルやってみましたけど、どうですか？最高でした。主演じゃないけど主演男優賞です。あ、いや、準優勝です。もう素晴らしいです。あの、これはあの、年末にいつも星の源賞みたいなのやってるんですけど、多分出てくると思います。ありがとうございます。すいません、アレさん来てもらって。素晴らしい。星のブルーウェイ、皆さんお疲れ様でした。乃木さんの熱演、そして塚原さんの熱演、ありがとうございました。いやー、すごい。すごいわ。俺家帰ってからもう一回聞くわ。はい、エンディングの時間でございます。この後3時からクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロをお送りします。ここで向かいのスタジオにいる2人につないでみましょう。クリーピーナッツ、こんばんは。クリーピーナッツのアルシテと DJ 松永です。どうもこんばんは。どうもこんばんは。この後、はい、ゲストオードリー若林さん来られるんだね。ですよ、ついにです。そうです、ね、ずっとオードリーのオって聞いて育ってきたもんですから、うんうんうん、このタイミングで3年目でついに来ていただくことで楽しみでございます。星野さんの方にもコメントを以前出させてましたよね。そうなんです、もらってちょっと後でご挨拶に行きたいと思っております。我々もちょっとぜひ皆さんに聞いていただけたらなと思っております。ね、ぜひ皆さん聞いてください。ありがとうございます。あの、須田くんと M ステに出演ということで。あ、そうでした。その話今度聞かせてください。あ、昨日須田くんが R、はい、君がいっぱい間違えたって、いっぱいじゃない、ちょっと間違えたっていう、ね、話を散々嬉しそうにしてたんです。結構しっかり間違えたんです。須田さん自分だけが成功したって言ってましたけど。須田さん言ってた。そう、でもそれちょっと家帰ったら俺録画見るんで。あ、めちゃ恥ずかしい。嬉しい、恥ずかしいです。ちゃんと見ます。うわ、ありがとうございます。本当にちょっとこの後頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、またありがとうございました。さあ、そんな感じで、今日はミュー読まれるスペシャルということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。富山県、ラジオネーム朝、星のブロードウェイの出演とは乃木さん、塚原さん、新井さんの今後の仕事に影響しないか心配です。最後の一言最高です。そうね、もう塚原さんの渾身のツッコミ、興味ないっていうね、最高です。ありがとうございます。さっきね、あの乃木さんがあのいて、あの乃木さんのセリフね、元禄期最後まで絶対諦めないでっていうの、絶対はいらないって言ってました。脚本のダメ出しを、あの私なら絶対は入れないと、でも脚本にあったから言ったと。素晴らしいです。はい、ダメ出しをされてました。これを最後まで絶対諦めないでってなかなか言わないと。もう言っちゃいました。ダメ出しもらえるなんてないからね。乃木さんに。ありがとうございます。素晴らしいです。足立区天狗リオ、新井さんの声に燃えました。新井さんのレギュラー希望。新井さんレギュラーになってほしい。やってくれないかな。もう新井さん、ね、みんなもしちょっとね、今後参加してもらうならぜひね、ちょっとアホのふりしてオファーしようね。準レギュラーということでね、よろしくお願いします。でもなんか今ね、そう話ちょっと聞いてたら、新井さん本読みとかの時に自分で芝居しだすんだって、読みながら。そう、でもそれで塚原さんが突っ込むっていう、全然違うぞみたいな、そういう芝居じゃないみたいな、突っ込むらしいんだけど、そういうのいいなって。なんかあの 3人が話してるのを聞くとね、本当に楽しくって、あの一番最初に僕が会った時も1話2話できてる状態であって、1話の、まあ、とある部分に関してずっとこうけんけんがくがく3人でぐわーって話してて、それに僕も参加して、あそこはこうじゃないかと思いますとかいろいろ言ってて、その時間が僕はもうすごい幸せで楽しくて、なんかその本当に人の人っていうか、心の中から面白いものを作るぞって心の底から思ってる3人の中からこういう作品が生まれてくるんだなっていうのを実感するっていうか、なんか仕事だからとか、なんかいろんな仕事のローテーションの中の一つなんじゃなくて、本当に面白いものを作りたいと思ってる人がいて、それを企画する人がいて、それの脚本を書く人がいて、その演出を監督をする人がいて、その3人がもうワイ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 言いながら、ものを作ってる
ていうのに僕はすごい感動したんです。でそれがテレビドラマで10時に流れてるっていうことで、それに出てお届けできるっていうことのなんか幸せみたいな、ものづくりを本当に本気でやってる人たちの中でものづくりができるっていうことの幸せみたいなものをすごく感じました。なのでぜひミューアマリオ、DVD ブルーレイもありますし、マリオもありますし、ぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。さあ来週も生放送お送りします。来週質問いろいろ募集しますんでね、生で僕答えます。なのでぜひメール送ってきてください。この後 YouTube ライブでもちょっとだけアフタートークしたいと思いますのでね、ぜひ見ていただけたらと思います。そんな感じで星野源でした。また来週。